まあ、日本は日本ほど専業ためにお金とかリソースが使われた国はないんですね。でも人口に対するクリスチャンの比率度は非常に小さいですね。でも日本は、なんていうか、まあ、今まではずっと外から受けてばっかりだったんだけども、神様が今日本を通し、日本の人々を通して世界に神の国が広がっていくことが見用いられる時だと思うんですね。だから今時間ですよって、日本人の時が来てますよって言われてると思うので、これから日本に来る宣教師はそういう神様の特別な働きを見ることができて素晴らしいと思います。まあ311 の、 地震っていうのは日本の国が悔い改めなさいっていうことだと思うんですよね。ですから、悔い改めるっていうのは、まあ、今までやっぱりかいろ悪魔に騙されていたんですよ。日本は資源がないってずっと言ってたし、そしてだからそのアメリカが日本をアメリカだけじゃないけど、日本はその世界の工場と、まあ、今中国は世界の工場と言われてるように、日本はそういう工場として使われてた。でもなんかそうじゃないんですよね。本当は神様は日本に、まあ日本は特別だっていうことじゃないんだけど、日本にユニークなそういうなんていうか資源を与えてくださってるんですよね。だからそれを、神様のために、そして他の国々のため、にそれをしっかりと掘り出して資源を掘り出して、そして他の人のために使えると。で、そういうふうに日本がなることが神様の御心だと思う。だから そういうことを日本の国のミッションとして与えられてるんですよね。天命ですよね。だから、そういう国になっていく、今までと違う国になっていくと、そういう使える国になっていく、福音を分かち合うこともできるし、宣教師を送り出すこともできるし、そしてあるモデルだけど、これから世界はこういうふうになっていくっていう一つのモデルを見せる、そういうふうな国になっていくために、神の国の民が役割を果たすことができると思います。はい、まあ、第一は教会の悔い改めだと思います。その教会は社会に対して影響力を持ってこなかった。例えば、日本の政治家たくさんいますけども、その中でどれだけがクリスチャンか、本当少ない。少ないし、そのことにあんまり関心を示してこなかった、教会は。それ経済人でもそうです。だから、なんか、日本の教会は、まあ、全然やってないわけじゃないんだけども、マイナーリーグで試合をしている、人みたい。メジャーリーグじゃない。だから、そういう、教会がその自分たちのことだけ考えていく、自分たちが成長していく、自分たちがどうのこうの大きな街道を持つとか、なんかそんな小さなことじゃなくて、本当に国を変革するために自分たちはどういうふうに影響を与えていくのか、関係を作って、そして神様しかできない事柄をどういうふうに人々に示していくか、世の光として地の塩として働きをしていくっていう風に悔い改める必要があると思う。方向を逆転することができるように祈ってほしいです。よく使えることができる未信者の人たちに、未信者の人たちをこう見下げて、なんかのんくりだとかなんか言わないで、その人たちから学んで、その人たちによく使えて、そしてその人たちと友達になって、そしてまあその人たちがに神様が与えてくださってるその使命がありますよね。それが実現するように助けていく。
自分たちがしたいことをするようになるんじゃなくて、その人たちがもう神様に与えられているミッションがあるわけですから、それが達成できるように使えていくということができればなと思いますね。そういう教会の悔い改めのために乗ってほしい。キリスト教会は、いいように思われていることもある。その、先輩たちが頑張った。香川豊彦とか、それから内村鑑三とか、それから、東大の総長もクリスチャンが続いたんですよね。で、だからそういうミッションスクールいっぱいあるし、だからクリスチャンもある意味尊敬されているんですよね。でも、なんていうかな、日本人はそこに入ろうとは思わないんですよ。で、なぜならば、彼らはもうコミュニティがしっかりしてる。友達もいるし、家族もいるし、仕事場もあるし、その、今までのそのキリスト教会はそこから抜け出して、プルアウトして、ね。そして自分たちの教会行きなさいって言ってたんだけど、いやいや、そんなのはできないって。そんな怖いことはできない。みんなやってないし。っていうふうに思ってる。だから、教会がアプローチさえを変えれば、そのままでいいですよって。例えば、チャーチプランティングとか、チャーチ、その教会が、もし、そういう、神様の願っていらっしゃる事柄を一緒に、励まし合ってやりましょう、やっていきましょうねっていう、そういうコミュニティだ、そんな。もうコミュニティはある。だから、教会はいらない。セルチャーチもいらないし、ハウスチャーチもいらない。もうある、コミュニティは。コミュニティ、だから、日本に必要なのはキリストなんですね。セルチャーチじゃないんだよ。ハウスチャーチでもないの。メガチャーチでもないの。もうコミュニティはあるから。だからそこの、今すでにある、そのコミュニティに、イエス様が招かれるっていうことが大切だ。そういう風になってほしいな。そういう風に祈ってほしいですね。日本人は自分、インデペンデントではないんですね。小さい時から大きくなるまで、あんまり自分で選んでこなかった。周りの人たちが選んでくれたのね。だから、例えば、イエス様を信じて、そして、新しい生き方をしましょうって、そのミッショナリーがチャレンジしますよね。でも、それを自分で決めることはできないんです。だから、自分と同じように、日本に来るような宣教師っていうのは、日本語を習うの難しいですからね。だから、そういう、なんていうか、勉強が好きな人なんですよ。が来るんですよね。で、その時に、その人たちは大体、なんていうか、インディペンデントですよ。なんていうか、マインドセット。だから、その人たちが、その日本人もそういう人だと思って、あなたが決めることですよねっていうふうにこう見てると、いつまで経っても決心しないんですね。から、そう、崖の上にこう立ってる人みたいなので、押したらダメだね。押したらダメだけど、そこから一緒に飛び降りましょうと。私も一緒に飛び降りますよって。ね、飛び降りても一人にならないですよと。ちゃんと、たくさん仲間がいるし、そして、あなたと一緒に歩みますよって。私は一緒に行きますって。で、そういうふうに、こう、日本人のこう、不安な気持ち。他の人は誰もまだクリスチャンじゃないことが多いからね。その時一人で決断するっていう。その気持ちをしっかり扱ってあげる必要があるんですね。で、そういうことが宣教師が、身につけたらいいなと思います。もう一つのことは、日本人は、いろんな、そう、霊的な、そのメッセージを受け取ってるんですね。でも、多くのその西洋人の宣教師っていうのは、それを気持ち悪いと思っちゃうのね。危ないと。そんな聞いたら危ないと思っちゃうんだけど、でも、実は、聞いてることの中に、本当の神様からのメッセージもあるんですね。だから、それ全部ダメですよって言ったら、良いものまで全部捨てちゃうことになっちゃうので、だから、一緒に乗りましょう。大丈夫なんです。日本人は。
もう祈ってほしいんです。で、祈って、そして、そういう本当の神様からのメッセージを受け取って、そして祈ったことが答えられていく。っていうことを通して、あ、そうかって、あ、イエス様は、あ、祈り聞いてくださるんですね。なんでそういう関係ができてくる。関係を強めるっていうことをしてあげたらいいんですよ。それを、その神、罪、救いって、その3つのステップで説明する。もう全然無理です。そういうふうにはわかんないです。日本人は世界の外側にいる神様を知らない。そういうパラダイムがない。そう、世界は、神様が生まれた時の話が神話に出てくるんだけど、その神様が生まれた時に自然はあった。だから自然の外にいる神様を説明するのはすごく難しいです。だからその世界の外にいる神様がわかんないのに、神様に対する反逆である罪を説明するのはできないし、そして罪がわかんないのに救いもわかんないわけ。だから神、罪、救い全部わかんないわけ。だからそういうロジカルなそういうアプローチじゃなくて、まず一緒に祈って、それで神様を経験する。関係ができてくると、それは聖書にも書いてあることですよ。で、後で説明すればいいんです。まず経験して、そして後で説明すると。そういう順番で、その宣教をすればいいと思う。はい、まあ、イスラエルに対して、神様は、生みの苦しみを知らない女よって言われてるところがあるんですね。だから、まあさっきも言ったように、日本は、には、日本ほど宣教師を受け入れた国はないんですね。世界で一番宣教師が来た国なんですね。でも、なんか実がならなかった。でも、神様は今実をならそうとしていらっしゃる。だから、そういう、これからたくさんの子孫が生まれてくると思います。で、今までどうしてかってみんな思ってた、たくさんの人が日本のために祈ってくださって本当に嬉しいんだけど、その祈りが聞かれる時は来てるんですよね。だから神様は日本を期待していらっしゃるし、日本を憐れんでおられるし、でも悔い改めないと、その計画は実現して、まず教会が悔い改めて、そして日本が悔い改める。二つの悔い改めが必要ですね。だから悔い改めなさいとおっしゃってる。悔い改めたら、たくさんの実がなる。多くの、霊的な子孫が生まれてくる。そして、そうだな。近くの日本とか韓国、そして中国、そういう東アジアの国々が一緒に組み合わされて福音を世界中に送り出していく、そういう期待を持っていらっしゃると思います。